いやあせつねきだよええー、とね、この前回トマトオーナーに教えてもらった通路なんですけども、どうもね、ここには、このスマホの画面では見えてないんやけど、いざ一日の視点に戻して、ここ右見たらここ丸太あるんですよ。ああどうもね、スマホ視点ばっか見よるだけじゃダメらしいわ。これに気づいた。 一日称視点もチラッと見ながらちょっと進めていかんかったらあかんらしい。これは前回見たな。あ、こんなんあったんじゃ。映ってないな、スマホ視点。あ、やっぱり一日称視点もちゃんと確認しとくべきなんじゃな。もう完全にスマホ視点ばっかで進めようった気がするもん。なんこれあ、物色物色。女子高生のものだと思われるカバンの中には教科書の他にキーホルダーが入っている。 動かないオーディオプレイヤーと謎の数字が書かれた紙切れ謎の数字もらいます謎の紙切れなこれええー、ちょっとスマホトフォンの画面がぜん <noise> おいおいおい,おい,おい,おいこのタイミングが怖いよこのタイミングが怖いよまた扉がをこえる音が聞こえた今度は近そうだ心が壊れそうになっている電源ああバッテリーってもしかしてあれか発電機あったもんな あれあれキラのスマホあきらのスマホのところ行かなあかんのちょっと怖い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 。これは怖いでこれは怖いでこれは怖いであきらのスマホの場所だってあきらの死体どこにあったかおお見つかったこないかんいかんいかんあ出た後か出た後だったら負けんこともないか負けんこともないけどあきらの死体はどこいやあ、見つかった 見つかった、捕まった、ミスター。あ、そうじだ。物の確認しとけばよかったねここで。えーと、まずは音楽プレイヤー。音楽で、バッテリーが切れている。これも発電機でちょっと充電したらなんかあるかもしれんな。なんか重要な音声が聞こえられるかもしれんな。えーと、キーホルダー。見覚えがある。これは、なんか意味はあんの えーと、あと何だったっけな数字のやつ数字のメモかこれ。あ、ちゃうわ。<laughs> あれ数字のやつってどれ、どれなんだろうえーと、ちゃうわ。数字、これか、紙切れか。35173。パスワード入れるようなもんなかったもんな。他のゲームでよくありがちなパスワードの部分なかったもんな。これ。えーと、どうやって出てくるんじゃ、ここか。 あ,あ、ここで出て行った週間、出待ちで不意打ち、出待ちで不意打ちが始まるんよな。どこで死んどったっけな、あれ。えーと、あいつ、名前合わせた。たっ、あきらか。あきらくん。あ、あ,あ、カメってさ、丸太渡ってこれんのじゃ。知らんかった。それ、いいこと聞いた。 あ、穴じゃ最初の穴やな、これ。とりあえず心拍数下げとくか。ここは、さっきので、えーと、木材を配置。で、いいよ。えーっと、これ、先に進むだろ。おっと、セーブしとこう。いつあいつに見つけるかわからんけんな、このゲーム。もう、セーブはちゃんとしとかな、ああ、感じですね。アキラ、どこで死んだっけ、本当に。いまいち覚えてないよな。 おーここにもおんなこっちから来た。あ、でも今回丸太があるけん。丸太がセーフゾーンって分かったけん。使わせてもらうわ。ヘイザマー。ヘイザマー、ここまで来てみろ。悔しかったらここまで来てみろ。ザマー見ろ。はっはっはっは。はっはっはっは。丸太杖まるでバマ丸太万能説。<laughs> はあほら、彼岸島の丸太万能説がここで効いてきてるわ。なるほど、納得。<laughs> 丸太はこう、相手を巻くためにも使えるんだね。素晴らしい。負けたわ。こんなにアサリ負けるか。えー、っとね。それはそうだ。この目のやつをさ、どうやって切り抜けるっていうのがいまいち分かってないけど、 もしかしてちゃんとスマートフォンで明かり消したらいけるんかこれ動けるんこの状態で。青距離は。よっしゃ、つけよう。オッケー。あ、通れたな。ちゃんとメモ通りに通れたな、これ。あ、これでいいんじゃ。あーそういう感じか。あーなるほどね。よっしゃー、見つからんうちにセーブして、 いろいろ調べてつまり赤い目がおるんだったらオーマイゴーまず逃げようまず逃げようもうこっちには丸太安全っていう丸太という安全地帯があるからないこっちねのいるには丸太が安全地帯というメッセージをみんなに後世に残しておきたかった丸太を渡れば安全ですよっていうことをみんなに伝えていきたい他に生存者がおったら Malta is peaceful. その言葉を提唱していきたい。あ、あれどうしたどうした <laughs> いきなりポローンっていう音葉が言う。<laughs> <laughs> アキラのところ、どこだったっけアキラの死体。ああ、これ最初のものってきた。ってことは近いぞ、アキラの死体。あ、こういう感じだったっけああー総合力高いね。最近総合率高いね、僕ら。ちょっと運命感じるね。 よっしゃここはぐるーで回ってこっちから行けばアキラの死体あるだろうついでに何か負けるもんあるかなあ負けるもんあるかなもしかしてちゃんとあるかなこれないかもしれないないかもしれないやマウダー1本ぐらい持とだろう確か持ってない持ってないイエーイミスター 過信しすぎた。んで、あーまたここでちょっと <laughs>、スマホ電源落とさなあかんの。光落とさん方あかんのか、これ。<laughs> めんどくさいです。よし。で、こっちじゃ。アキラの死体は多分、近いぞ。なんでおるねんなんでまたおるねん絶対こっちから行かさんつもりだゃこいつ。 わあ、ずるいわそれはずるいわ俺の行動目的何を目的にしようか相手はもう掴んでるえっと急げえっとあちゃちちゃ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 ちちゃうちゃちちゃち もう見つかってもいいやこの際この際見つかってもいいわめんどくさいわどうせこっちからは行けんのだろうが <laughs> もうきっぱりきっぱりもう <laughs> 開き直るわもうえー、っと進むわじゃあどうしたらあきらのところをどうやって行くんだったっけって思うやけど これは持っていとこえー、っと平うこっちルートで遠回りできたっけなえー、っととりあえずここも調べておくがダメだこまめにセーブあこれがアキラだったっけ アキラじゃ来たよかったたどり着いたわ。アキラのスマホを手に入れた <laughs> あー。この死体、と親友の死体があるのに無慈悲にもスマホだけ持っていくというダーディープレイです。私、ついてきて、オッケー。お、お前、待てこっちよ、お前、さっき走りすぎだろ、お前。セーブ、セーブ。よし。どこえ、どこよ <laughs> ついてきてって、お前、一人で突っ走しすぎだろ、お前 <laughs>。お前、短距離走の選手並みにどんどん突っ走ってきたろ、お前 <laughs>。こっちかおわあおいおい <laughs> ちょっと待ってちょっと待ってあ、そうか、これ。あ木材、木材。えーっと、よかった。これで負けるでよかった。ってか、よう考えいたら、 今の赤目だってさ、ちゃんと一人称視点で確認しとけば、何度かなっとったやつじゃん。俺が確認するんが、してないんが悪いんじゃん。おった。よし、お前な。気になるところが一箇所あったけん、こっちも見抜くわ。移動は一人称視点でやるべきやな、これ。ちゃんと周りのものの位置をスマホで見て、一人称視点で移動するべきやな。赤目をちょっと、ちゃんと確認しとかなあかんかったな。あと、物品が見たいです。 今の日記えっ、ー、と5番だったな難航の発掘作業も完了しいよいよカブの採掘に取り掛かったそこで俺たちが目直したのは大量の人骨と殺戮の後赤身の伝説は真実だったのだそう確信した俺は一目散に地上へ逃げ出したその後間もなくしてカブ、えー、で落盤事故が起こり12名の行員が死亡 えっと、下部の地盤が脆く,く崩れやすいとの理由で、工事や無期限の中止が決定した。この日記を書くのも今日で最後になるだろう。青の事故の原因が本当に落盤によるものだったのか。真相は光の届かぬ暗闇の中。俺はこの出来事を生涯忘れられないだろう。まあ、掘り返さん方がいいわ。真実を追い詰め、追い求めん方がいいと思うわ。お待たせー。待、ま、ったううん、今来たところって言ってほしいな、俺は。 いつくつかの扉は壊されてしまったあ、そういうちょっとブラックなちょっと現状は最悪みたいなことを言い出すんだねでも、ここと何この部屋は安全よ危なくなったら逃げ込みなさいそれと気になるものを見つけたら私に見せて何かいい方法を思いつくかもしれない物品からアイテムを選ぶと目の前の相手に見せることができますあ、そう ほほうほう,ほうあ待てよ使い方がわからんかったっていうか何で手に入れたかわからんキーホルダーとかそのキーホルダーに見覚えがあるのどうしてあなたは今日は初めてここに来たのにもしかしてあの子を知っているのあの子赤目のことおーおーおーこういう感じで見せてなんか新しい展開が出てくる感じかこれはいいね音楽プレイヤーも気になる あの子のオーディオプレイヤーね。それにはあの子の思い出の曲が入っている。ここにる来る途中、車の中で話をしたの。いや、友達なのお前ら。お前と、赤目友達なのかえー、マジで <laughs> 友達だったらどうにか説得できない俺のことを襲うあいつをどうにか説得できない大好きな母親との思い出、大切な曲。曲の名前は、聞きそびれちゃったけど。 Believe とか ?I believe you じゃ信じてる他になんか見せるもんあるかあるかアキラのスマホとか見せてハーってなる。アキラのスマホとか見せたとったハーってなるだろうな。ああ、なんで知ってんのなんで俺の友達って知ってんのあいつが。<laughs> あの死体が。<laughs> どこで見てたの近くに身玉の化け物がいたら使ってみて。 明かりを消せば気遣えずに通れるわ。了解。あ、そうか、今こ、秋の携帯スマホを見ようか、これ。そうじゃったな。自分のスマホ充電がもうやばいんだったな。えーと、紙切れこいつに見せたらもしかしたら何かのパスワードかってひらめくんかその字はあの子が書いてるのかしら。数字のようだけど、よくわからないわ。そうか、ここあたりないんやな。5桁のパスワード入れれるような。 ここあたりあとはメモ帳とか日記とかやけどそんなんよなそんなん見せたところでとりあえずここが安全地点ってことが分かったここに来ればトマト女にいろいろ見せられるんやな覚えとこえーとね さっきのことがあるけんねここで左にあるなーって分かった時点でこれこれ一人称視点に戻して進んであ丸だあーちょっとちょっと今ちょっとおった気づいたうんそうか気づけるんじゃ出会う前に気づけるんじゃこれ一人称視点だったらちゃんとそうかそうかじゃあ一人称視点って結構重要だったな <laughs> 俺がそんなに使ってなかっただけで一人称視点って結構重要だったなよし そういうことだったらさ、とりあえず、ある程度の場所の配置とかをこれで覚えて、移動はこっちで、一人所視点でやるべきなんじゃ。おおおるやん見えとるし横通れるかああこう歩きがすごかった。う、来た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 これ、迂かつに近づけないのやつじゃ。これ、 目合わんかったらいいんじゃん、これ。いいよったな。よった目合わんかった目合わんかったぞ一旦これ見て、前、左、右に向いて、トーン、トーン。よっしゃいいぞやった丸高いもうちょいいいアイテムが欲しかった。よし。 これもちゃんと一人称視点を使っていくよ。一人称視点万歳。お、扉が。残念。後ろ向いて、ちゃんとこれ場所を見て、この辺安全だろうな。って思いながら進んでいく。なるほどな。おっと、しまった死体だ。物色ハンダウィッチなんだこれ。これを使えば、錆びた扉を壊せそうだ。 近くにある扉で試してみよう <laughs> サンドウィッチってドラえもん口長で言うたらさ、ちゃんと説明文もドラえもん口長で呼べそうな感じだった。<laughs> マジで扉壊せるのこれ。素晴らしいな。ああ、あかんかった。これまであかんかったやつを壊せる感じなんじゃ。いいもん拾った。いいもん拾ったで。おいおいおい。突然、突然、移動の、移動のバリエーションが増えるやん。 えーっと、どれやったっけハンドウィンチー素晴らしい音出かないっすか今の音で気づかれないっすかねギョロ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 オッケー。安全確認。あ、そうじゃ、発電機。発電機のとこ行って音楽プレイヤーに充電したいな。 発電機どこだったっけな。赤み見つからないように、目が合わないように。これ辺をちゃんとこういうこういう色の仕方して、ちょっと道に迷ったらこれ確認か。ああやられた。ここはちゃんと確認するべきだった,った。くそー。発電機はどこだ。発電機はどこだったっけ。 はせいどこだったっけ本当に。あ、はせいこれじゃん。このビックリマークじゃん。そうだった気がする。けど、まがずまかなければなるまいな。何やったっけこれ。この左いいの何発骨か。えっ、ー、と、とりあえず安全地帯に潜り込むなあかんのね。あ、丸太は持っとったな、確か。えと、ー、 とこれこれこれよしオッケーオッケーこれでいいでこれ通りすぎて丸太は開っとこうじゃないか1本丸太を持っとったら安全地帯が作れると考えたら丸太の重要性丸太を1本持っておくという重要性素晴らしいものがあります心拍数が高いですがもうこのまま進みます 見つかって逃げる方がちょっと大変やけんな。ハンドウィッチ。よし、ハンドウィッチ。おっとこの先なんかあるぞ絶対重要アイテムって感じじゃこのハンドウィンチを使わんかったら開かないといけないところが。ほんと、音でかないですかねいや、ワンちゃん、聞こえてるんじゃないですかね赤目に。よっし、じゃあ。謎の紙切れ。あ、紙切れ。番号書いと方だよ、これ。番号書い、番号書いやつ。だろ えーっと、どこだったっけこれか。あ ?FOR4。音符が当たるあたり、音楽プレイヤーになんか関係すんかなよし。よっしゃあ、じゃあ今回はここまでとさせていただきましょう。あれやな、ようやく一人称視点とスマホ視点のさ、使い分け点が分かったんやけど、パート4かな ?4 にして。<laughs> というわけで皆さん、次回からちゃんとサクサク進みます。安全に、赤目に見つからないように進んでいきたいと思います。というわけで皆さん、グッバイ。